A が所有する公建物に兵を設置するために B に塀の設置を請け負わせたその後 A は公建物を C に賃釈し C が占有している時に工事の下詞で塀が崩れ第三者 D に怪我をさせてしまった。 この時 A は損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば D に対する損害賠償責任を丸がれることができる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文はどういう状況かというと A が所有する高建物があって、これに塀を設置しようとしているんですよね。A さんが塀を設置しようとしていて B に 塀の設置を任せたんですね。つまり B が請負い業者っていうイメージです。で、A はこう建物を C に貸したんですね。つまり C が賃借人です。で、この建物は現状 C が占有してます。C が使ってます。で、この工事の貸しっていうのは塀の工事ですね。塀の工事についてまあ不具合があったと。 つまり工事業者 B に責任はあるんですけれども、まあ、それが原因で塀が崩れて、第三者 D に怪我をさせてしまった。つまり D は被害者ですね。この時、A っていうのは高建物の所有者ですね。は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたら、D に対して被害者に対して損害賠償責任を免れることができる。マルかツかという問題なんですけれども、所有者 A っていうのは、 注意をしていたとしても、損害賠償責任を免れることはできないんですね。だから、誤りです。まあ、状況を図にするとこんな感じですね。高建物の所有者が A さんで、これを C に貸してるから、まあ、C が占有者ですね。で、塀があるんですけども、この塀っていうのは、A が請負業者 B に任せて、B が工事をしたと。 でまあ、工事をしたはいいけれども、えー、その工事に瑕疵があったつまり、まあ、B がちゃんと工事してなかったんですねでその結果塀が崩れて、えー、D さん損害を被ったという状況ですこの時質問されている内容は A さんが注意していたら A は損害賠償責任に免れることができるかなんですけれどもこれは免れることできないんですねだから結論としてはもう罰で決定してるんですけれども、まあ、これ考える上でまず一番最初に考えるのは C さんなんんですよ C さんがまず必要な注意をしているかどうかなんですね。で、必要な注意をしていたら、C さんは損害賠償責任は免れます。で、免れた結果、どうなるかっていうと、A さんが責任を負う形になるんですね。つまり、A さんが最終的には尻拭いしなければいけないという形になります。 A さんが D さんに損害賠償をした後の話なんですけども、そもそも、この塀の設置について、まあ、この設置の工事ですね、これに瑕疵があったわけなので、D さんが結局は悪いんですよ。それを A さんがとりあえずは賠償したわけなので、A さんは B さんに対して求償することは可能です。 つまり、返してくださいねというふうに請求することは可能ですよってことですね。まあ、ここまでは質問されていないんですけども、そこまで合わせて覚えておきましょう。えー、またですね、この問題、ちょっと考えるべきところがすごくたくさんあってですね、えー、この無料の動画ではここまでしかちょっとお伝えできません。で、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガをご確認ください。考え方を1からですね、並べて解説してますので、その順に頭に入れていただければと思います。それでもう工作物責任っていうのは、ほとんどもう定数取れますので、それで OK です。 で問い2ですね。宅建業者 A、公検知事免許を持った宅建業者 A は、公検知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、公検知事は A に対し、2年間の業務停止を命ずることができる。○か×かという問題です。え答えは×です、えー。2年ではなくて1年ですね。1年以内の期間を定めて、業務停止を命ずることができます。 まず、指示処分に従わなかった場合、これは業務停止処分自由に該当するんですね。まあ、今回で言うと、業務停止処分を行うとで。この場合、業務停止の期間というのは1年以内でなければなりません。したがって、後見知事は A に対し、2年間の業務停止を命ずることはできませんので、誤りです。まあ、これは基本的な問題なので、えー、絶対頭に入れておきましょう。もう業務停止の期間というのは1年以内だって、これは覚えたらいいだけなので、これは覚えちゃって構いません。 では問い三です。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、工事主は都道府県知事の検査を受けなければならない。マルかバツかという問題です。で答えはこれ正しいですね。工事主は宅地造成工事を始める前に知事から許可をもらいます。でその後工事を開始して工事が終わったらその工事結果が 技術的水準に適合しているかどうか、これを知事が検査するんですねで。その検査に合格すれば知事から検査済み証を交付してもらえます。つまり工事が完了した場合、工事主は知事の検査を受けなければならないという記述は正しいということです。これは流れがすごく重要になってきます。個別指導の受講様はテキスト67ページあたりに流れが記載されておりますので、そちらご確認いただければと思います。 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レドスのノでした。